筑前国神座軍、柴村梅に出身の元大相撲力士。第15代横綱。本名は、佐々エ藤太郎。明治前期の各界の第一人者であり、古今実決、明治以後の五大力士と相撲史上でも特筆される存在となっている。1845年3月16日に、筑前国神座軍、柴村梅にで生まれる。 にわかには信じがたいが、赤子の頃から石臼を引きずるほどの街道で、母乳や菓子より酒を欲しがったため、酒で育てられたという。7歳で大阪相撲に引き取られて、梅ヶ江を名乗るが、その後に港部屋へ入門する。入門と同時に四込名を、故郷、柴村梅ヶ谷にちなんで、梅ヶ谷とする。明治維新後の1869年3月場所に、 大阪相撲で新入幕を果たし、いきなり小結びとなる。1870年3月に大関に昇進。入幕後の成績は21勝2敗2分で、すでに、何は随一の強豪力士とされていたが、上田落祭に説得されて1870年ぐれに、東京相撲へ加入する。そこで玉垣部屋に所属するが、本中に据えられてしまう。 人幕九五郎が大阪にいたことで、大阪から来た力士は、誰とも構わず、嫌われていたこともあるが、当然ながらこの地位では敵などおらず連戦連勝。1874年12月場所で、新入幕を果たすと、発勝1分の優勝相当成績を挙げた。1876年には、福岡県で工業を行っていたところへ、 秋月の乱に遭遇、力士と反乱士族の戦闘になったが、梅方には同時ずに平定に活躍して、争いを収めた。1877年6月場所に小結、12月場所に関脇になると両方で全勝を上げ、1879年1月場所の新大関昇進を挟んで、1880年5月場所でも全勝を上げる。この間、 1876年から1881年にかけて58連勝を記録し、若島旧三郎に敗れて記録が一度止まるも、1884年5月場所まで35連勝を記録した。同年2月には、吉田塚酒と五条家の両方から横綱免許を授与されたが、梅方には吉田塚酒の免許を希望し、これが、 司さや争いの結果を決めたと伝わる。3月に行われた、明治天皇の天覧相撲では、伊藤博文が用意した回しで土俵入りを披露した。土俵入り後、明治天皇のリクエストで、大立うさえ門との割が組まれ、30分にわたる大熱戦の末に、引き分けとなって、天皇を簡単させた。この一番は大評判となり、 二ヶ月後の五月場所七日目の大立戦では、三千人程度が、定員の相撲小屋に一万人ほどの観客が押し寄せて、維新後最大の大入りとなった。この一番も水入りの大相撲となり、検査役が引き分けの声をかけたが、観客の声援にかき消されて、行事の耳に届かないでいるうちに押し出されてしまう。 1885年5月場所全休、同年11月の天覧相撲で西の海に、敗れたのを機に引退を決意し、自ら曲げを切った。引退後年より、雷を襲名した。引退後は1889年の発足より、東京大相撲協会の最高職だった取締りを、長く務めた。弟子育成でも、能力を発揮し、大関大なると、 剣山、関脇友の平野門邸三場ガラスをはじめとして、関脇谷の音、玉椿、小結木が谷など多彩な力士を送り出した。1915年6月場所で弟子の梅方に、藤太郎が引退すると部屋と年寄り名跡を譲って、廃業したが、教会は、大神なりの損傷を送り、相談役大遇として接していた。 弟子である、梅形に藤太郎が没してから9ヶ月後、1928年6月15日に死去。83歳没。官暦が長生きの基準だった時代の力士としては、非常な長命で、横綱の長寿記録として、現在でもまだ破られていない。明治改元後、文明開化の風潮の中で、相撲は野蛮なものとされて人気は、賃貸を極め、 相撲廃止論まで提唱されていたが、彼の活躍によって人気が徐々に回復し、特に明治17年の天覧相撲における大立ちとの熱戦が大きな上昇気運を生んだことから、相撲道中京の祖と称されている。巨体とも伝わるが、実際には歴代横綱の中で小柄な方。右上手を浅く引きつけ、左は、はずか覗かせてよる堅実な取り口だったとされている。 池田正夫は、得意は、鉄砲で、相手に回しを絶対に与えなかったという。若い時は突っ張ってから右上でを取り、左をはずにして押して出たが、右上でを引くと変化して、相手の体勢を崩してから攻めることに妙を得ていた。いずれにしても、相手に回しを取らせなかった剣術無比の取り口は、大正時代の栃木山と高一体と言えようと、述べている。 58連勝は、分11、あずにを挟んでいるが、2021年現在でも、双葉山定地の69連勝、谷風和之の白宝賞の63連勝に次ぐ歴代4位の記録である。だが、当時は連勝記録への関心が薄く、全く話題にならなかった。東京での入幕後の勝率は9割5分1厘で、来電多名門に次いで、 歴代2位、歴代横綱中では最高勝率となる。赤子時代の逸話は、この強さから生み出された後世の創作かもしれない。原鶴温泉にある初代、梅形に記念日東京相撲の本場所のみを示す。池田正夫、歴代横綱聖伝27女の口折り、下、現在で言う前相撲にあたる。池田正夫、歴代横綱聖伝28、池田正夫、 歴代横綱聖伝28池田正夫歴代横綱聖伝28ありがとうございます